どうも PVU の峰本です。このチャンネルでは太陽電池の科学、経済、そして未来についてお話しします。で、今回はシーズン23エレクトロルミネッセンス評価技術の進展ということで、いわゆる EL と呼ばれているものの真髄について青山学院大学の石川康明先生にお話しいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、最後ですね、はい、今後の技術展開、屋内評価から屋外評価ということで、ここまでは一般的なエレクトロミネッセンスの使い方であるとか、特徴であるとか、情報をお伝えしてきましたけども、全て屋内、ほとんどのデータが屋内での評価ということで、実際太陽電池が置かれているのは屋外になりますから、この屋外でどういうふうに使っていくかというところで、注意しなきゃいけないポイントをいくつか紹介したいと思います。今後の技術展開ということで、このシリコン太陽電池から出てくる EL スペクトルは、もうこの発光しているところだけを注目しますと、だいたい1150ナノメートルをピークとしたこんな形で、例えばですね、アルセルはこういう形で光っている。で、1150ナノのところに近くにですね、実は屋外のスペクトル、太陽光のスペクトルでは、CO2 とか酸素などですね、吸収によって、右側のエアマス 1.5 のスペクトルにいろんなくぼみ、落ち込みがありますけども、ちょうど1150ナノメートルとか、そのあたりにも落ち込みがあるんですね、なのでこの落ち込みだったら普通に取れるかなと一瞬思うんですが、太陽光の強度っていうのは圧倒的にやっぱそれでも多くてですね、この低くなっていてもですね、全然こう埋もれちゃうと、もしこの図ではシリコンの光の方が強く、要は図なので見せてますけども、実際はもうシリコンの光っていうのは太陽光の光なんかに比べると圧倒的に低いということになります、で、このディップのところですね、そのつくへこんでいるところの大体中心が1125ナノメートルでちょっとずれているんですけども、実際にはこの1150ナノメートルの太陽電池の光だけを取るバンドパスフィルターを通して、別の技術を使うと屋外でも取れるようになるということを紹介したいと思います。そんなに細かいんですね。で、これ実際そういうことをしないと夜まで待たなきゃいけないと先ほどちょっとお示ししましたけども、夜まで待つと一応取ることはできます、なので、評価として夜まで待って取るという発表も、あるのはあります。なるほど、昼に取りたいということですね、で、EL 法をどこでも利用するにはということで、まず一つ考えなきゃいけないのは、暗室以外になるので、シリコンカメラ以外の撮像装置の方が多分感度は高いだろうと思います、屋内でも暗室程度あれば全然いいんですけども、近赤外光がどうしても入ってくる可能性が強いので、インガスカメラとかで、より感度の強いものですね、というものを用意する必要があるかなということになります、で、もう一つは電源なんですね。EL の場合は電源が常に必要なんですけども、セルの場合ですと、例えば1個のセルは今ですと10アンペアとか、直流電流源ですと10アンペア1ボルトの容量のもので、十分かなと、で、モジュールであっても10アンペアとかなるので、10アンペア50ボルトとか10アンペア100ボルトとかいう直流電流源でいいんですけども、外に持っていくとそれが全部つながってるんですね、で、その一個一個外して、コネクション外してやるわけにはいかないので、アレー単位で光らせると、10アンペア1000ボルト、場合によっては1500ボルト、きついですね、の電源を用意しなきゃいけない、ですね。で、大体太陽電光発電っていうのは、太陽電池の電流とかそういうものを吸収したとしても、その屋外でそういった電流源を動かせる発電装置ってないんですね、なるほど、用意してないです、必要ないので、なので発電機持っていかなきゃいけない、しんどいですね、例えば発電機2200ボルトの30アンペア50アンペアとか、で、それをこう例えば発電機を用意して、で、その直流電流源に、入れるために、コンバーターかけて、大変なんです、で、屋外で発電機を長時間稼働できるかって、発電機はだいたいこのオイルでブーンと回すので、オイルいっぱい持っていかなきゃいけないしと、何のための研究なのか、何のための点検なのかと、非常に大変なんですね、で、そう考えて、一つ、これドイツのシュトゥットガルトの、ベンチャー企業がやっているのは、
日中は太陽電池の電圧をそのまま供給源にして、はい、コンバート DC-DC コンバート DC-AC コンバートかけて電流源をの電源とするというようなシステムを使って、はい、それでイエローを測るというようなことをしたりとか、なるほど、夜は、まあ、そんなに 電圧いらないので、うん、まあ、その同じようなシステムで夜は夜で普通に電流を供給するというようなことをしている会社もあるんですね。いずれにせよその電源をどうやって確保するかという、うん、カメラを確保する、はい、電源を確保するというのが非常に大事ですね、はい、まずは。なるほど、はい、理にかなってますね、これは、はい、なるほど。で実際にですね、DC という、まあ、ストゥトガルトのを見ると、はい、まあ、彼らはですね、太陽電池からの電源と、はい、まあ、どっかのパワージェネレーションから電源を 電流を入れて、はい、その太陽電池に供給して、はい、まあ、24時間いつでも評価できますよという技術を、まあ、構築しています、はいはいはい、他の研究機関としては PI ベルリンという、まあ、これもドイツの研究機関なんですけども、ここはあの、自分たちで、電源を用意するんですが、さすがに太陽電池の 電力からその発電機を使わずに EL 用の電源にこの電力を供給するってわけじゃなくて、まあ、その夜にですね特化して、まあ、電流をそれなりの電流で流せるようなものをちょっと小型ものを用意して、はい、太陽電池を取るカメラをドローンに乗せて、はい、夜中ずっと動かすと。あ、なるほど。で、あの人でこう例えばあの三脚取ってやると一晩 0.2 メガワット頑張ってます、ね、一晩で 0.2 メガワットぐらいできないのがドローンでやると、まあ、1メガワットぐらい数にいきますよみたいなことはちょっと昔なんですけども、うん、なるほど、8年前ぐらいに、はい、あの学会で発表していたりとか、まあ、こういうドローンを使うというのは、まあ、日本の会社もやっていますが、うん、夜中にドローンを飛ばしてそれで EL 図を取ると、うん、いうことはしています。なるほど、はい、はい。でまあ、その場合はですねそれほど容量はあのいらないんですけども、はい、DC のような、まあ、昼間やる場合はそれなり容量がいります、うん、はいはい、でかつ昼間でやる場合はですね後で示しますけども、太陽光の影響をある程度排除しなきゃいけないんですね、うん、はい、なので EL 用の電源をパルス駆動させてそれと同期するような形でカメラを動かす、はいはい、そうするそれであの要はオンオフの時のカメラあの像を取って差分像を取ってそれを積算していくと、まあ、ロックインみたいなもんですね、はい、それをすると、まあ、電源をパルス化して差分像を取得すると、はい、そうすると屋外でも取れるようになります、うん、まあ、それが DC といわれる技術の一つですね、はいはい、で太陽光発電システムに電流を注入する電源が必要で、はい、それが屋外になるとすごくでっかくなるというのがあります、うん、はい、で夜間に、ね、行う場合はさらにそのでっかさがもっとでっかくなると、うん、1000ボルトボンと入れないと逆調理、はい、逆に太陽電池発電しているので、はい、逆に電圧かけないと電流が入っていかないので。なるほど、はい、あ、なので昼の方が大きな電力がいるそうですね。電流を流せるだけじゃなくて電圧も一緒にかけなきゃいけないということですね、うん、なるほど、まあ、じゃないと電力流れないということですね、うん、このチャンネルでは太陽光発電の地図を公開しています。この地図には太陽光発電の原理から材料の種類、応用展開、そして社会の脱炭素化に関するキーワードがほぼ網羅されています。動画タイトル下の説明欄のリンクからこの地図の解説動画、そして地図の電子データもダウンロードできますので一度見てみてください。